悠々白書コラボで歯切り要、こちらですね、初見で参ります。で今ね、ものすごい動画の方もたくさん出てると思います。でライブでもね、やってる方もいらっしゃるのかな。でもまあこのまま行ってみますね。うん、まあ、クイバタウン局の パンちゃんもいますんでね。パンちゃんのユウスケで、真ん中3番目は何だったかな、アーサーかなね。こんな感じでございます。で、まあゾンビがいるんで、ゾンビを叩きますかね。で、叩けないと。さてと、どうしようかな。なんだれ、適当打ち。で、朝で、とどめ。5分43秒。間に合うかな。ゆうすけが。鬼がいますね、下にね。この鬼、あと4ターンで、爆破かな。気をつけましょう。安全に、クリアしたいので、鬼から、止めます。で、次は、パンちゃんなので、このまま回復しながら急所を狙ってね、いきます。上の8ターンが気になるな。ここは真ん中のビットン、扇風機ビットンの間には入れなさそうですね。なのでこれうまいこと上に張り付きたい。あららら。もう復活があるのね。OK。で、これは食いバタ急所狙いでいきます。あと2発くらいなんで、まあ、ボスを、かなめちゃんを、いっちゃいましょう。OK。次と、で回復しつつね、叩きましたよ。22ターンスピクリいけそうっすね。おうおうおお、さてと、どこだこれ。鬼はね、鬼と上のロボットで、レーザーのねやつは叩けないので、叩けないって、カンカンいけないんでね、間入っていけなそうなので、 OK、 いいとこ行ったね。で、鬼をやっつけながらボスを削っていきます。で、上のね、左右にリットいるんですけど、これレーザーを毎ターン振ってくるんで、これ注意ですね。さすがに4体入ってしまうと、おお、これ3体入ってる。7万1000から、3体入って6000削られたんで、1体2000削られますよ。これで仕留めて。今んとこストレスないですね。で、これは上下の傾斜はこんなもんかな。
あと2分か。さてと、どうかな。やっぱこちらもね、鬼を叩きつつボスを削っていきます。お、これはビストンとボスの間、カナメちゃんの間に入れるようですね。ユースト。OK。で、鬼も簡単で気になるんですけど、先ほど叩いた様子だと、そんなに、なんていうのかな、防御力は強くなさそうなんで、このままボスを狙いつつ、ボスをメインでね、削っていきます。あと2ターンで仕留めないときついのかな。これで回避しながら、で、ボスを仕留めます。で、次は鬼を叩かないと爆破とかあるんですよね、きっと。なんで、鬼を入れましょう。飲もうかね。OK。あー、54か。どうだ？フラメシの SS がなんだか。で、レーガンかな。で、これはここに入れさせてくれなかったか。で、これでパンちゃん、どこだ、パンちゃん。いたいた。ここで鬼も一緒に叩きましょう。よいしょと。で、防御力ダウンまでいったんで、まあ、このまま竿でポンと。で、終わりっすかね。うん。まあこんな感じでしたね。いけたかな、あれ。びっくり。じゃなくて、タイム、タイム。なんとか。どうだ。おいし、2体。来ました。わあ、12秒か。間に合わなかったんですけど。うん、あんな感じでいいでしょ。ダメージボールないんで、重力バリアで固めて、で、ガシガシいっちゃえば。鬼が、あのね、鬼の攻撃見えなかったんですけど、見れなかったんですけど、だからまあ、毎度毎度の爆破だと思うんで、その辺を注意できていればいいでしょう。はい、どうなんでしょうか。攻略どうなったのかしら。まあまあ、はい、こんな感じでございました。かなめちゃんでございました。ご視聴いただきありがとうございました。